悩んでしまうなみたいなところがあったりしますね。比べられないものだと思うんだよね、はい、社会人2年目3年目以降の心得みたいな、こいつバカだってキャラになるっていうの超大事な気がする。どうもしゅんです、こんにちは。はい、ということでですね、今回は久しぶりに皆さんに来ていただいたということで、実際の社会人1年目の方の人生相談に乗っていただけたらなと思ってます。よろしくお願いします。サイバーエージェントの新卒で仕事をしております久保田海人と申します。部署はですね、こう子会社の経営をやらせていただいてるんですけども、今日はお話をお聞かせいただければなと思っています。早速悩みの方をお願いします。子会社やらせていただいてるんですけど、やっぱりまだまだ数字がちっちゃいですね。でサイバーエージェントの部署って結構大きい数字を新卒からでも扱えるみたいなところが魅力みたいなところなんですけど、なので同期がコンペで丸々円の成果出ましたみたいなところで、僕の会社の売り上げの桁が一個違うような成果とかをアピールしてるのを見ると、いい経験をさせていただいてるなとか、自分はこれを信じてはいるんですけど、やっぱちょっと焦ってしまうというか悩んでしまうなみたいなところがあったりしますね、はい、それがさ1億円だろうがさ10億円だろうがさ、単純にその部署行ってさ扱う額が大きいところのポジションに行ったら、1年目だろうが何だろうが扱えんじゃん、はい、の額と全く誰もやってない領域とか、完全に01で自分が会社を作って新規で取ってくる100万円とかって全く比べられないものだと思うんだよね。だからそこは勝負が違うんじゃないかなっていう気はするけどね。頭では理解はしてるつもりなんですけど、最初に光当たっちゃった分ちょっと焦ってるという。あー、それわかる。いくつだっけ？24の代で。24だとめちゃめちゃそれが逆に大事だから、焦る必要ないとかっていうアドバイスも必要なくて、単純に競争として焦ってそれが自分のエンジンになるならめちゃめちゃいいと思う、はい、でももう一個は何のためにやってるのかっていうのをたまに立ち返るといいなと思ってて、はい、そもそもなんでこの事業をやりたいかとか、この事業をどうしていきたいかとか、世の中にどういう価値を出したいかっていう、なぜやるのかみたいな、はい、相対的な競争と、はい、まあ、絶対的に自分がやりたいこと、はい、両方の物差しを意識したらいいかなと思って、はい、ある程度の年齢いくと、はい、僕とか競争とかも必要だけど、どっちかって言ったらそもそも自分がやることは何かとか、はい、なんでやる必要があるかって自分の物差しの方を大事にしてるんだけど、はい、20代のうちで必要ではあるんだけど、あんまり自分の物差しとかばっか言ってるやつって結局自己満足に陥ってブレイクしない人って多いのよ。そうなっちゃうともったいないから、今の漠然とした焦りとか競争って実はめちゃめちゃいいことだから、辛いけど持ち続けて競争で勝とうって思っていいと思う。その競争は競争だって思いながらも、自分の物差しをどれだけ大きく作りながら振り返れるように、それが大事ってことですか？最初に言ったサイバーエージェントの本社で頑張ってる人の額が大きかろうと、子会社で自分の01でやってる額とは比べ物にならないから、本当は競争する必要ないんだよね。比べるべき相手は同じように01で新規の事業を作ってる人とか、尊敬できる人と比べる方がいいと思う。ちなみに社外で同世代の起業家とかと比べることもあるんですか？そうですね、やっぱツイッターとか見てたりとか、適切な人に健全なライバル心とかジェラシーを持つっていうのがいいような気がするね。結果を出していくことによってなくなっていくものなんですか？既存のレールの競争で勝ち、新しいレールを作り始めると完全になくなる気がして、いわゆるベストセラーを出すみたいな、編集者としての既存のレールでめちゃめちゃ自分早い方だわって思った瞬間に、自分よりこの人が編集したら売れるなとかっていうのが完全なくなっちゃう。さらにこのレースやっても終わりねえわとか思って、自分なりのレールを作り始めると、こっちで毎週のように重版しましたとか、ベストセーラーランキング入りしましたとかってツイッターで見ても、このレースもう散々自分やったし、もう違うレースやり始めてるわって思うと、マジで何も思わなくなる。やっぱり既存の戦いに勝たないでは無理なんだよね。だから20代のうちは単純に数字達成するとか、単純にでっかい会社作るとか、すごいシンプルに数字で頑張るっていうのは実は大切な気がしますね。2つ目の相談をお願いします。社会人2年目3年目以降の心得みたいなところをお伺いしたいなと思ってます。新卒1年目の教科書とか心得とかってよくあると思うんですけど、2年目以降変わると言いつつも、何がどう変わるからこうしていくといいみたいなことはあまり言われないなって気はしてまして、じゃあどういう気持ちをこれから我々は作って
行けばいいのかみたいな。ざっくり言うと徐々に仕事に慣れ、はい、ルーティンで回せるようになり、はい、ある種サボり方も分かるし、はい、なんかまあこのぐらいやっときゃ怒られないし、はい、大丈夫かなみたいな。ですごい人は突き抜け始めてああなるのもきついしみたいな、なんか自分なりのぬるま湯を発見しちゃい始めるのが2年目3年目だから緊張感がなくなると思うんだよね。学生が社会人になる時って社会人ってすごいんじゃないかとか思うけど、意外となんか別にこんな感じでお金ってもらえんだみたいな、このせめぎ合いがあってこの楽な方に行かないように気をつけるってことですよね。それが不幸だとも思わないけど、ビジネスパーソンっていう目線で見ると個人としての強さを見つけなきゃいけない時代においてやると不安定だよね。ぬるま湯にいちゃう方が多くの、多分こういうの見てる人はそうなるんだよね。だから知らないことが多くて守るものがない今こそめちゃめちゃ失敗する可能性が比較的あるけど、当たったらでかいねってチャレンジをしまくるっていうのが大事かな。あとね、社会人において言うとこいつバカだってキャラになるっていうのも超大事な気がする。あ、そうですね。キャラって自分が決めてんじゃなくて周りの人が決めてる気がして、はい、この人ってまともだよねとか、はい、この人っていい人だよねとかって周りに思われてると、はい、いい人だと思われてるのにさ、いきなりさめちゃめちゃ毒舌とか吐きにくい。いや、そうなんですよ。めちゃくちゃ吐きづらいです。でも最初の方さ別に悪い人になる必要ないけど、はい、もう全部さ丸出しでさ、はい、めちゃめちゃ失敗したりバカみたいなことやったりするともう周りがそういう目で見てくるから挑戦しやすくなって、失敗した数だけやっぱ経験値になって、しかも全部会社の金じゃん。それは最高だと思う。めちゃめちゃリスクないよっていう形で2年目以降の皆さんにちょっと刺さったのではないかなと思います。ということで海斗君、社会人生活頑張っていただけたらなと思います。ということでありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。